報道するラジオ、今度はですね、沖縄でございます。はい、沖縄では1月19日に名護市長の選挙がありました。はい、普天間基地というのは大変危ないところだからというのは、みんなわかってるわけですけども、それを辺野古へ移設するのかどうなのか、はい、その辺野古を含んでいる名護市の市民の皆さんはですね、辺野古移設にノーという選挙結果を、大差をつけて、大差ですね、4155票というのはこれ大差ですね。そうなんですね、6万人の人口のところで、4000票の大きな差がつきました、で、だけどもですよ、だけどもですね、ラジオネームオロチさんという方はもうくださってるんですけど、そやけど地元の民意を反映しなければおかしいはずがどうなってるんですかと、そこなんですよね。国は地元の民意をどう見るのか、特集2番目のテーマは消される地元の声でございます。沖縄とつながせていただきます。元ジャーナリストでらして日米関係基地問題にお詳しい沖縄国際大学教授の前泊弘森さんでございます。前泊さん、こんばんは。あ、こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。毎日新聞平野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。地方の選挙では、名護市長選ありましたけれども、今回この名護市長選挙に国側がどう対応したのかと見ていきますとね、そんな風に出るのかという安倍政権らしいとも言えるような対応際立っているかと思うんです。まずはですね、選挙期間中に、19日の投票の3日前でしたか、自民党の石破幹事長が沖縄にいらっしゃいましたよね。その時に大きな話出てきましたよね。そうですね、基地の受け入れを決めている候補者がいるわけですけども、末松さんという候補者がいて、末松さんは基地を受け入れを賛成であるという方でした。でそれに対して、現職の稲嶺市長は反対というようなことで、真っ二つに割れる形でですね、選挙戦になったわけですけども、賛否はっきりした一騎打ちでしたよね。そうですね、それに対して、自民党、いわゆる安倍政権としては、辺野古というところにですね、普天間基地を移設するという形で新しい基地を作ろうというようなことで進めていると。でそれを受け入れてもらわないことには困るということで、当然その受け入れ側を応援をしたわけですね。で政府を挙げて、市長選の応援に入るということなんですけれども、500億円をですね、基金としてですね、この末松さんが当選をしたら、末松構想を実現をするための基金を作りますというような話をしたんですね。名護振興資金という形で、500億円という、ね、この衝撃はどないでした？本当に驚きの数字が、街頭演説で出てきたわけですね。でこれに対しては本当に賛否両論というか、ピの方が非常に大きくなってしまったわけです。選挙結果にも非常に大きな影響を与えたとも言われてますけれども、ある意味ではその、疑問としてはね、この税金を使って選挙活動していいのかというような話がありますね。500億円ですか、これ税金ですね。血税をある意味では選挙のですね、利益誘導のために使ったのではないかという反発がありました。それからその市長選の前にですね、ちょうどまた沖縄県の予算が決まるときにですね、知事がいわゆるこれもたまたま約500億円という数字ですけれども、上乗せをする形で、予算をつけるからという話になってですね、知事がそれまでその県内移設は反対と言っていたんですが、その移設については容認をするという形でですね、これもまた沖縄県民からすると金で魂を売ったのかという話になってしまいました。その後ですね、知事に対しては非常に反発も強くてですね、県議会、与党の方が多数を占めているんですけども、知事を応援している人たちの中からもこれはちょっとひどすぎるということで、県議会がですね、実は知事の辞職勧告決議という形で多数でですね、可決をしてしまいました。知事に対する非難というのが非常に、今もまだ収まっていないんですけれども、その知事が今度は応援に駆けつけてその推進派をですね、応援するというような形になってしまいました、でその上その石破幹事長まで来てですね、また500億円が出てきたと。
この500億円の話ってね、前泊さん、はい、ラジオネーム K さんっていう方がね、くださったんですけど、この候補が当選すれば500億円なんていうことをぶち上げるのは選挙違反にならないんでしょうか ねというふうにくださいました。先ほどね、東京都知事選ではですね、なぜ都知事選になったかというと、5000万円を借りた人がですね、やっぱ問題になって知事を辞めたわけですね。で、5000万円は問題になるけども500億円が問題にならない、この国の政治はおかしいという声がやっぱり地元でも起こってますね。そうなんですか、ただね、なんか大変失礼な言い方なんですけども、この沖縄の方たちへの基地問題は国が今までこう飴と鞭ってよう言われますやん、いろんな形でお金を落としてきていて、で後になったら機密費が使われてたなんていう、そんなことが分かってきたこともありましたよね。だ、そういう今までのお金の使われ方と今回のこの石破幹事長の発言の中の500億円っていうこういう形っていうのはどうなんでしょう、今までと違うんですかね。いや、やっぱりね、問われてしかるべきものだと思いますね。これ公職選挙法でいうと、本当に利益誘導型でこの500億円というお金をもし使ったとしたら、政治資金としたらですね、どこの政治資金に組み入れるかって、それこそ東京都知事の話なんか吹き飛ぶぐらいの大きなね話になってくるはずなんですけども、ところがこれがなぜかね、不問に付されているところがよくわからないところですね。これそもそもよく精査すると、この500億というお金はですね、財源がなんか付け替えではないかと、そんなに別に用意したお金ではないんじゃないかという話が出てます ね。いや、実は沖縄県のですね、予算を500億、厳密には460億を上乗せするという形で、知事がこんなに配慮していただいたという感謝の言葉まで言ったんですけども、実は増えた450億のですね、数字を見ると、そのうちの300億円というのは、実は那覇空港の沖合展開の予算なんですね。で、これは国が本来やるべきお金なんですけども、沖縄県につけてあげるという形で、どうも、なんか恩を着せられたんじゃないかって話ですね。それから大学院大学っていうのは沖縄にあるんですが、科学技術に関するですね、大学院大学、これ本来文科省で出せばいいのにって話ですが、沖縄振興予算から出てるんですね、90億ぐらい、でそれに100億を上乗せしたということで、460億のうちの400億円は国が本来出すべきお金だったのを、沖縄振興予算という形にして恩を着せられたというようなことが今言われてますね。で、この500億円についてもですね、実は過去ですね、鎖国合意というのがありました。この普天間返還を決めた時の、話ですよね。橋本龍太郎さん、当時の、クリントンさんも含めて、合意をしました。ところが18年経っても実現していないわけですけれども、その鎖国合意の時にですね、これを受け入れてくれるなら北部振興策やりましょうというようなことで、1000億円という数字がついたんですね。で、これは10年間100億ずついっぺんにやったら使い切れないだろうというんで、100億ずつ10年間やりましょうって話になったんですね。100億ずつ10年間で1000億、でそれ以外に基地所在市町村についてもやっぱり1000億円出しましょうって話になったんですね。ところがこの振興策というのをですね、受けた後、名護市がどうなったかというと、どうなんですか、資産残高、市の借金ですね、増えたんですね。なんでですか。やっぱりその対応費というのが出るんです。 100% 国がその振興のためのですね、建物を作ったりですね、施設を作ったりしていきます。そのお金は実は 10% ぐらいやっぱり地元も出さなきゃいけないですね。それからもう一つは、その作った後の運営は自分たちでやらなきゃいけないですね。よく例えて言うんですが、自転車で通ってる学生にですね、ベンチ欲しいかったら、それは欲しいと、じゃあベンツをあげるよと、その代わり売っちゃダメよと、10年自分で使いなさいって、そういう制限をつけちゃうんですね。で、何が起こるかというと、自転車の時に入れなかったガソリン代がいるんですね。自動車保険、自動車税も払わなきゃいけない。このランニングコストがどんどん加算できて、赤字が積み増していくという形になっちゃったんです。で、それが実は今重荷になってるってところがあってですね、振興策というのは実はもらえばいいと思うんじゃなくて、後々のことを考えないと、実はその財政負担にひどくしてしまうと。しかもその負担がひどくなるとですね、新しい振興予算をもらわないとやっていけなくなるんですよ。やはりこの悪循環が始まってしまうと、もう政府がですね、出すものに対しても、なんとかこれでつないでいこうという形になってしまう。ある意味の中毒というか、依存症といいますか、もうお金もらわないとやっていけない体質にされちゃうわけですね。
そういうあのまさに、手を出してはいけないものに手を出してしまったためにずっとそれをやらなければいけないということになってしまう、まあ、これがいわゆる名護の場合ですね、新婚予算をもらったばっかりにそういう目に遭ってしまっているんじゃないかと、まあ、政府からすればですね、当然その新婚予算をしっかり出してあげるからというようなことでですね、言ってくるわけですね。でもらった後が大変というね、よく言われるようなあの毒まんじゅうとかやね、ちょっと言われたりしますけども、食べてしまったばっかりに、もうあの食べ続けるしかないというのはそういう状況に追われてしまったんじゃないかという指摘まで出てますね。で、新たなその500億円もそれに当たるんじゃないかという批判もありましたけれども、本当にじゃあ名護市のためにっていうふうに石破さん言ってるんですけども、であればあの対抗する人が負けたからといって出さないというのはおかしいんじゃないかと。そうですね。ね、やっぱりその勝ち負けに関係なく、名護市のためにしっかりと使うというのではこの500億円行ったからには出していただいたらどうかというような話もね、まあ、今日もそういう話題がちょうど出てましたけどね。そうですか、はい、じゃあ、まあ、あの石破さんたちが推してらした候補は負けたから500億円は、まあ、今のところ出ないし、なんか交付金も、ね、なんか出ないとも言ってないんですけどね。あ、そうなんですか。だからあのこれはしっかりと現地を取った方がいいんじゃないかという話になってますけどね。でも本当に選挙のためにそれ出してるとしたら問題ですよね。利益誘導ですね。ですよね、まあ、そこら辺はあの釘を刺したらどうかという話も出てますね。おそらく、まあ、当然、まあ、一般的に言えば出ないだろうとは言われてますけどね。交付金が今凍結されているという話も聞きましたが、はい、あのいろいろですね、はい、これから出てくるその抵抗に対してそれをどう、まあ、あの跳ねのけるかというようなことで国とですね、まさに市とのですね、これ地方自治体とのこう、まあ、対峙する、まあ、対立関係というのが今続いているんですね、まあ、これは何としても変えたいということで、例えば、まあ、実際あの名護市のですね、あの市長は私が市長になったらこれ何としても民意を反映して止めますということを言ってですね、そして、それまでその過去にも推進派が勝ってきた時代もあったんですけども、今回はもうかなりの差でですね、まあ、僅差ぐらいになるんじゃないかというふうに言われていたんですね。政府がこれだけ抵抗入れをして、もっと差は縮まってるだろうと言われてたんですか。ねえ、はい、あの何しろあの人気のね、あの今東京都知事選でお父さんが頑張ってますけど、その息子さんが非常に人気のね、あの新次郎さんという方がいますけども、彼も入ってきたり、あるいは大臣クラス、あるいは政務官クラスがどんどん現地入りをしてですね、応援演説をするわけですね、まあ、幹事長まで出てきて、石破幹事長まで出てきて500億を出すという話まで、手土産まで持ってくると、まあ、これだけ応援されたらさすがに地方はひとたまりもないだろうという話になっていたんですけども、蓋を開けてみたらですね、これだけの総力戦を政府が開けたにもかかわらず4000票余りの大差でですね、反対派の、まあ、現職が勝ってしまったと、これはどういうことなんだって話になるんですけどね、やっぱりその500億円としては金で、魂を買うのかというような反発も起こるわけですね。お金をばらまくことではなくて、なぜその口が必要かということをしっかりと議論をすべきじゃないか、あるいは政府はしっかりと、ね、説明すべきじゃないかと、やっぱり説得ができないからお金でごまかしているんじゃないかというような声すらね、やっぱり出てきてしまう。なるほど、まあ、そういう意味ではもう金でそこまで積まれて売るというわけにもいかないだろうというのが、実はもう一説やむなしと言っていた人たちまでは反発してしまったというのが、今回の、ね、数字の変化になっていたと思いますね。前泊さんおっしゃるように、今回大差でですね、そうなんですね、辺野古移設はノーだというふうに名護市民の皆さんが、はい、まあ、声を上げたわけですけど、ただですね、その選挙の翌日、それも午前中にですね、はいはい、菅官房長官はこう言ってあります。理解を求める中で淡々と進める、はい、あるいは安倍総理はですね、負けても進むとおっしゃっているわけですよね、はい、これは皆さんどう受け止めてあるんですか。あの民意というものがこの国の中でどう反映されるか、これまさに民主主義の問題であるということを言われてますね、はい、たまたまこれは本当にあの今海外の指揮者たちが、もうあの例えばヨハン・ガルトングさんとかオリバー・ストーン監督とかですね、100人余りの人たちがですね、もうこれは日本の民主主義が問われる状況にあるということで声明を出しているんですね。でこれ昨日今日もまた新たな声明が出ていますけれども、日本という国は本当に民主国家なのかと、地
地方自治体がですね反対をしているのにそこに政府がこう利用しをしていく、まさに選挙というですね民主主義のルールに従って示された民意を全く無視するようなことは許されないんじゃないかということを言ってますね。でそれがやっぱり国際的にも注目される中でどういう対応をするか、それが本当に1日2日後にはもう移設、埋め立てに必要なですね工事を、して告示をしてですね、受注業者募集を始めるという、こういうことまでしたのであまりにひどいということがまた名古屋のですね市長をはじめですね、大きな異議申し立てが出てきてますね。あ、選挙後すぐにもう工事の、業者の公募ですね。公募ですか、いわゆる入札をしますよって話ですね。はい、南根さんはもう白紙に戻すということで、もう政府のこういう合意のやり方について話し合いにあまり応じる気配はないんじゃないですか。これはもう民意として沖縄の人たちのですね県民の世論調査の中でも、やはりもう 80% 近くがですね、反対と、75% 以上が反対というふうに言っているわけですね。で県民世論がどう反映されるか、いわゆる名護の市民だけではなくて県民そのものがもう反対を強く表明しています。で今実はその知事がですね、中山知事は、どうせこう反対県内施設は無理ということで選挙でですね当選をしてきたわけですね。私は県内施設には、無理だと申し上げて政府には言っていくということを言って当選してきたわけですね。ということはその前までは県内施設やむなしという態度も持っていたわけですね。それが選挙の時にはそう言ったので、沖縄県民それを信じてしまったかもしれないんですけども、そしたら突然ですねやっぱり受け入れるって話になってしまったので、それに対してはもう県議会でも反発が起こってですね、知事を支えている与党が多数を占めているにもかかわらず、その受け入れを決めたですね、昨年の12月27日ですけども、年明けのですねもう早々にも県議会は知事の辞職勧告決議を多数で可決をしてるんですね。でその直後のやっぱり県民世論調査でも知事の判断はおかしいという、もう 70% 以上が反対をするというですね、非常に強烈なですね、世論の紛失が起こってるんですね。で知事が決めたんだから世論は認めたというのを自民党、安倍政権は言っているんですけれども、それは違うだろうと、知事はそれを公約としては掲げていないと、であれば選挙で直近の選挙で示される民意を見てくれと、その直近の民意というのが名護市長だったわけですね。ただね、前田真理さん、そうやって直近の民意が出たはずなんですけど、そして選ばれた稲嶺さんは市長の権限で辺野古移設を阻止できると主張していらっしゃいますよね。ただですね、国側は全然違うことを言っていて、安倍総理はこう言ってますよ、市長の権限はほとんどないという発言をしてはります。でそこで質問ですけども、コーラル3号さんという方、辺野古の移設は名護市長の権限で阻止することが本当に可能なんですかと聞いていらっしゃいますが、具体的にどうなんでしょう。実際にはですね、市長たちが懸念しているのは、その手の内を明かすと政府がすぐ法を変えてでもですね、その権限を奪ってくる。法を変えてでもですか。かつてですね、例えばその横浜のですね相模原補給省というところで、ベトナムの戦車をですね、直した時に、それを運び出そうとした時に、戦争に反対する人たちですね、市長をはじめ中心になって、実はその道路のですね使用の制限令となって、市道とかはアスファルト薄いわけですから、そこに重量物が通れば道が壊れてしまうと、車両制限令というのがあってて、それを縦にですね市道は通っちゃダメということで戦車を止めてしまったんですね。でこれに対して政府が何をしたかというと、もう本当に半年ぐらいの猛スピードですね、緊急車両の通行は許可するというこの車両制限令の改正までしちゃったんですね。法律を変えちゃったんですね。でそうやって戦車を通した経緯があるんですけども、その時緊急車両、例えば救急車とか消防車とか自衛隊車両とか米軍とかって一番最後にそれ書いてあるんですけども、これは実は地域協定の考え方という外務省の機密文書の中にねそのことが、書かれていたので、おっと驚いたんですけども、そういうことがあったんですね。で今回もそれをやるかもわからないと。そうですね、実際に例えばその埋め立てに必要な
港湾を作るということになれば、新たな埋め立ての、ね、あの許可、あるいはその作業ヤードを作るということになれば、そこに何を置くかということで、使用許可も含めて市が権限を持っているものがあるわけですね。それから市道あるいはその離道も含めてですね、そういうところを通るあるいは専用使用するということになれば、当然その市のまた許可が必要になってきますね。そういうことがやっぱり地方のことは地方で決めるという、これは憲法でもね、地方自治を尊重すべきということは、まあ、憲法でも書かれているわけですから、まあ、それをある意味ではその総務省を通して知事にですね、業務命令を出させろというようなことを今政府としては進めているようですけども、すいません前田さん、つまり、今の法律のままでいけば、稲嶺市長が市長としての権限を使って、この辺野古移設への埋め立てをストップさせることは今できるであろうってことですね。うん、いくつも の、 あのハードルがあるんですね。そうですね、異議申し立てをする機会っていうのは、あのいくつもあるわけですね。いくつもあるんですね、はい、だけどそれを、もしかしたら国は法律も変えて、その稲嶺さんが動ける範囲、ストップさせる範囲を狭めちゃうとか、なくしてしまうとかっていうことも、考えてるっていうことですか。はい、沖縄ではあの前にですね、あの軍用地のこういわゆるあの賃貸借契約、これを拒否した地主に対してですね、はい、これを拒否した場合にはその市町村長が代わって署名をすれば手続きは進められると、で市町村がノーと言っても知事がという形でいわゆる代理署名訴訟というのが起こりました。県知事がそれを止めたんですね。でそれに対しては政府が2度裁判をして最高裁まで行って業務命令を出させないとそれが進められない、直接できないという形になって、実際にあの契約切れの状態で軍用地をですね、国が占有支配するというですね、あのいわゆる違法状態を起こしたんですね。まあ、そういうことが起こらないように何をしたかというと、この法を改正しちゃったんです。もう国が決めたらそれは使えるという知事の権限をですね、剥奪してしまいました。まあ、そういうことがあったので、まあ、基地のためなら法も変えるというのが過去の前例もあるので、今回もそういう形にやっていくんじゃないかという懸念がありますね。だからそれが本当に民主主義のあり方として正しいことなのかどうか、まあ、それはもう原発の問題も含めて参拝施設、地元が反対すれば地元の権限を全て奪って国が決めたことは、まあ、高圧的にやってしまうことができる。それは法治国家であるかもしれないけれども、民主主義国家とは言わないのではないかということですね。悪法も法なりという言葉を、まあ、本当に日本の国は認めることになるのかどうか、あるいは地方の声といったものを踏み潰してでも外国軍隊の必要としている基地は作るというようなところで動くのかどうか、これはまさに日本のもしだけどそういうあの強行をすればですね、はい、あの それこそノーといった住民の人たちと防衛施設局ですか、はい、あのあるいはまあ警察かも分かりませんし、はい、まあ、衝突という最悪の事態になりかねませんよね。実際にあのオスプレイが配備をされるときに、はい、あの地元でですね、やっぱりもう、うん、あの市町村議会、全市町村議会が反対をし、全、まあ、41のですね、市町村長、市町村議会、そして県議会、知事までも反対したけども、あの配備を強行されたんですね。でこうなるともうあの政治的にも法的にもオフィシャルなものを正式なルートでやってもダメだということになれば、もう座り込むしかないということで、あの当事者たちを中心ですね、戦争を経験してきた人たちが中心にその座り込みで、あの普天間基地を、まあ、2日間近くですね封鎖をしたという事態にも発展をしました。結局は県民同士、これあの機動隊員もですね沖縄県民なわけですね、県民同士が、ね、衝突をし合うという、まあ、そういう事態が実際に起こっています。で例えばこれも同じように東さんのですね、高江という地域でも、はい、そのオスプレイの訓練施設を作るということで住民とですね、またあの接局員が対立をする、あるいは衝突をするという事態までも起こってますけども、でこれまであの辺野古の新しい基地建設、実は沖合埋め立てをするということだったんですが、その環境調査についてですね、住民の反対運動があって、そして会場でのですね、この攻防というか、もう、本当にぶつかり合いがあってですね、なかなか進められないということで、また計画が見直された経緯があったんですね。まあ、同じことがまた繰り返されることになりかねないという懸念はありますね。
まあ、工事自体は5年以上かかるわけでしょうけども、その途中、まあ、例えば今年の秋にはあの知事選がありますよね、はい。まあ、この辺のこうまたあの選挙民の方の意思というのは、うん、さらにこう、まあ、こうやって強引に進めていくとまたノーということになる可能性も高いんじゃないですか。ないですか。そうですね、おそらくこの、 あの今のムードに流れていけばですね、うん、その基地に反対をする人が、まあ、当然知事に当選をしている可能性が高いということになりますから、うん、あのむしろその県民の負託を受けたときは移設に反対していた知事が、うん、突然手のひらを返したように移設に容認してしまった、うん、まあ、これに対する反発もありますから、うん、やっぱりその今度はしっかりと反対する人をしっかりと選ぼうという話になるかもしれませんね。そうなってくると11月に知事選ですか、はい、12月があの期限ですので、もう11月には知事選があります。もう候補者は名前上がってきてるんですか。そうですね、今現職の那覇市長の尾長さんとかですね、はい、それから副知事をしている宝倉義さんとかですね、はい、あるいは琉球大学の憲法を教えている宝哲美さんとかですね、うん、あるいはあの若手の中にも、あるいはあの前回、まあ、知事選にも立候補しました前の宜野湾市長の伊波洋一さんとかですね、うん、いろいろ名前が上がってきてますね。あ、そうですか。これはあの辺野古移設反対だという主張の知事が次誕生した時はね、前泊さん、はいはい、あの一旦中山さんが承認した埋め立ての許可、はい、これを覆すということは可能なんですか。いや、これもあの政府はですね、もう認めたんだからと、はい、いわゆるアセスを通したんだからって話ですけども、そのアセスは通しても基地の建設そのものには反対ということがですね、うん、あの示されているわけですから、うん、選ばれた知事としては今度は知事の権限でもってですね、例えば埋め立てヤードやあるいは公用水面の埋め立てについてはですね、あのその後の許可申請に対してはノーというような形でですね、うん、出てくる可能性もありますよね、うん、それからそれこそ道路の使用許可とかですね、周辺 の、 あの環境影響についてもですね、あの埋め立てだけじゃなくて周辺環境も影響を受けるとかですね、うん、あるいは運んでくる土砂の中にですね、実は候補地になっているところにはあの微生物が含まれているとかですね、うん、日本に、まあ、沖縄にはないような生物が含まれているものが運ばれている可能性があるとかですね、土砂のやっぱりその検査を通してこれに対してノーという可能性も出てくるわけですね。やっぱり知事が反対ということになると、よりその知事権限によってですね、埋め立て工事がですね、さらにこう伸びてくる可能性があるということになりますね。まあ、たまたまその東京オリンピックの開催される2020年というのがですね、その埋め立てが終わって完成をするのではないかと言われている年とも言われてますけども、うん、そうはいかないのではないかというふうな話になってきてますね。先ほど名前を具体的に挙げてらした、まあ、知事選に出るんじゃないかと言われている方の中には、はいはい、あのそこまで国と戦う覚悟をはっきりさせてらっしゃるような、あのコロッと変わったりなんかしないような方々いらっしゃるんですか。そうですね、今の那覇市長なんかまあそういうことはっきり言ってますね。それから前の前派宜野湾市長ですね、元の市長ですね、うん、それから、まあ、憲法学者の高田哲美さんなんかもこれは無理だろうということでね、うん、で実はあのこれまであの移設を推進していた経済界の中にもですね、はい、これはもう応援できないということで、うん、実は名護の市長選でですね、うん、それまであの推進派をしていた人が反対派にもあったんですね。これは県内最大 の、 あのホテルグループ、まあ、チェーンを運営している方ですけども、あのまあ最初の約束では15年でですね、作ったあの、うん、飛行場はですね、米軍はもう撤退して民間に返してくれるって話だったんで応援したけれども、うん、もう20年近く経っても基地もピクリとも動いていないと、うん、こんなの待ってたらもう経済破綻してしまうと、うん、もういいと、それよりはむしろ主要部の基地そのものを返せと、うん、埋め立てどころかですね、新基地建設どころか今ある基地をもう返してくれと、うん、そしたらそこを観光開発したらあの綺麗な海を使ってですね、うん、あの雇用効果今200人ぐらいしか雇ってないけど、うん、ホテルを作って、いわゆる観光施設を作れば4000人を超す雇用が実現するよと、うん、22倍も達成できますというような話をですね、打ち出してきたんですね、うん、経済界から、はい、で、うん、もう知事を支えてきたその本当に有力企業からもですね、もう知事は信用できないということで、うん、あの現職のですね、中山知事市長も撤回するというようなところまで出てきてますね、うん、
ラジオネームブラックコーヒーさんという方が、うん、今日のいろんなお話を聞いてくださって今くださった言葉はね、政府は沖縄県民を愚弄しているんじゃないですか、そして国民をバカにしていますよ。前泊さん、民主主義というのがやっぱりね、この小さなところでやっぱり、うん、ほころびが出てきて、蟻の一穴から巨大なダムが崩壊をすると言いますけども、うん、まさに小さな蟻の穴がですね、はい、この巨大な日本の民主主義という大きな、ダムを決壊をさせてしまう、まあ、そういう可能性があるのではないかということですね。ねえ、さっきみたいに思うようにならないんだったら国が法律を変えたらいいんだっていうことになったら、はい、全国どこだって国の思うままにされてしまいかねないじゃないですか、はい、人権蹂躙だっていうことでよくね中国を批判したりする安倍政権ですけども、うん、同じようなことをですね、むしろ家たぎり化というようなことが沖縄で出てきてますね。自称者は差別であるというのは 74% の県民が今答えていますね。県民意識調査で、対策についても不満であるというようなことでも批判的な声が強まっています。それから海外の識者たちがやっぱりそのことに対して、日本は本当は民主主義国家じゃないんじゃないかということで、その辺野古の動向をね、注意深く見てるんですね。はい、ワシントン・ポストやニューヨーク・タイムズもね、やっぱりそれはもうそういうことなんだっていうことで、もう無理だよということを論評してるんですが、うん、なかなか日本のメディアで報道されないっていうところがありますね。うん、そうですね。でもラジオの報道するラジオのリスナーの皆さん、非常にいろいろなご意見くださっております、はい、沖縄国際大学教授前泊博盛さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、